ちぐさん。皆さんはオンライングループ英会話受けたことありますか？まあ、通常はねマンツーマンっていうのが結構有名なところなんですけれども、グループレッスンも実はあります。グループレッスンの良さとしては、まあ、単価が1対1はやっぱり高くはなるんですけれども、グループレッスンになると費用が抑えられるということ、あとはたくさんの人と知り合えるということが、まあ、メリットになるかなと思います。でもやっぱり人前で話すのが恥ずかしいですとか、人前でちょっと間違うのがとかいう感じで、こうねなかなか勇気ある一歩が出てこないっていう方も多いと思うんですけれども、もう間違ったっていいんですよ。よくこれ本当に言われるんですけれども、もうちょっと喋れるようになってから参加しますっていう方が多いんですけれども、一生そんなこと言ってたら来ないから、そもそも喋れるようになるために受けるというのがグループレッスン、英会話レッスンなので、とにかく飛び込む、そして学ぶという姿勢でやった方が 100% 上達はしますので、頑張ってまずは一歩踏み出してみましょう。ということで、私が経営するネクステップのオンライン英会話教室では、グループレッスン、マンツーマンレッスンがたくさんあります。で、グループレッスンに関しては月にそうだな100本以上はやってるんですけれども、そんな私だからこそできる皆さんへのグループ英会話レッスンを受ける時のアドバイスを今日は皆さんにお伝えしていきたいと思います。チャンネル登録してね。ではまずは一つ目、早速いってみましょう。まずは10回以上受講してから落ち込め。そうですね、私も本当に何万人と見てきましたけど、皆さん第1回目のグループレッスン、一番最初のレッスンではデビステイト、もう本当にがっかり落胆というか、もうはあ、もう私なんて無理だっていう風に絶対に陥ります。何でも人って慣れるまでに時間がかかるものです。私の YouTube だってそうです。もう最初の2018年の見てください、今の動画の作りと全然違うと思います。本当に最初って慣れるまで大変なんですよ。もう本当にトライアンドエラーを繰り返すからこそ上達ができます。まあ多くの方っていうのは Zoom を使われている方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、その機能に慣れるっていうことも大切です。どうやって使うのとか、こう音が出ないんだけどとか、人の声が聞こえないんだけど私の声聞こえてるかしらとか、変な風に映ってないかしらとか、英語以外のことにまず慣れるってことが最重要。使っているデバイスだったりアプリだったりにまずは慣れて、もうなんか全然ストレスなく使えるよっていう状態になってから初めて英語学習の一歩を踏み出せると思ってください。なので1回目でそのアプリの使い方、デバイスの使い方、そしてたくさんいる人の前で英語をしゃべる、英語を学ぶってことは絶対できないので、まずは一つ一つですね、慣れてから初めて英語学習に行くと思ってください。なので最低でも10回受けたらもうだいたい英語のステージ、英語を学習するステージに上れると思いますので、まずはそこを第1段階としてクリアしていきましょう。チャンネル登録してね。で、ステップ2はこうクリアできたらね、10回クリアしてさあ英語頑張るぞってなった時、たくさんの人がいて、中には自分より全然喋れるとか、人と比較してしまうものなんですよ。比較してしまって、あ、自分はちょっとこんなにも喋れないって思ってしまった瞬間に何も喋れなくなる、こういった経験ありませんか？グループレッスンなのでそう思ってしまうのもすごくわかります。でもその人に合わせる必要はないんです。自分は自分のレベルで、自分のステージでまずは戦っていくことが大切。その一つとしては、まずは最初は相槌から頑張って打てるようにしていきましょう。自分が喋るっていうのはすごく大変なことだから、聞いて Oh, I see, that's great, nice, Oh, really, wow, I agree with you、 こんな簡単な英語でもいいです。とにかく人が聞いたのを相槌できるように、先生が言ったのを相槌できる、またはグループのメンバーから聞いたことを相槌ができる、一つでもいいです。一つでもいいから必ず相槌をしてみるというふうに
頑張ってやってみてください。もし声が出なかったら、まずは心で相槌するっていうのも一つのステップだと思います。心で相槌ができるようになって、次に発言ができるようになる。それが1個でもいいし、2つでもいいし、回数を増やすごとに2つ、3つ、4つって増やしていけばいいのです。比べてしまうのは分かります。でも比べてこういう風になりたいなっていう風に思ってください。今は自分のステージで自分のできることを頑張るっていうことを心がけてください。ステップ3、一回切り口ができればあとはもう楽。一回喋るとあとが楽になってくるんですよ。なんでも最初っていうのはすごく大変だし、すごく緊張もするし、うんってなっちゃうかもしれないんですけど、その一歩をステップ3では踏み出しましょう。でその一歩にいいのが、グループレッスンでは、何かを学ぶわけですから、知らないことってたくさんあると思うんですよ。その時に Excuse me, I have a question。 これです。 Excuse me, I have a question というふうに切り込んでください。これが言えれば次から結構喋れるようになるので、まず第一歩、Excuse me, I have a question。 この魔法のワードを言えるだけですごく後々楽になります。質問をね、英語でしようとするからまた緊張するんだけれども、Can I ask you in Japanese? っていうふうに、日本語でもいいですかって、もしもうこれも難しかったら Excuse me, I have a question。 ちょっと日本語でもいいですか、でもいいと思います。 Excuse me, I have a question。ちょっと日本語で質問させてください、ここがわからないんですけどっていう風に聞いてみるといいと思います。で一回自分から喋ることによって、一つずつ一歩ずつ慣れていきますので、それを繰り返してやっていくということが大切です。それができるようになったら Is anyone know this answer? って言われたら、あーって自分から言えると思います。あとグループレッスンをしていて、私が先生側でいつも思うのが、やっぱり私たちもいろんな生徒さんにこう答えを聞いたり振らないといけないので、1対1ではない限り待ち時間っていうのがどうしてもできてしまいます。その待ち時間にボケーっとしてる人、その待ち時間に自分の次のことを考えてる人、たくさんいると思います。で私がおすすめしてるのは、待ち時間っていうのはつまり聞いてる時だから、聞くことに集中してください。自分が答えるアンサー側じゃなかったとしても、私だったらこう答えるな、自分だったらこう答えるなとかいうふうに考えながらこう待ってみるっていうことも大切です。で相手が喋ってる時に、あ、こういう使い方もするんだっていうふうに人から学ぶってこともグループレッスンではできます。先生から学ぶだけじゃなくって人から学ぶ、もちろん人が間違えたことに対して自分もそう思ってたっていうところたくさんあると思います。そういったものも学べるし、あとは自分の知らない単語を使ってる時とかは Excuse me, I have a question って言って、それってどういう意味ですかって、その先生だけじゃなくて生徒に聞くっていうことも大切です。一番伸びないタイプは Excuse me, I have a question と素直に言えない人です。アグレッシブに聞いて使ってって言ってる人がもう断然に伸びてますので、私も何万人と見てますので、これは本当に確信して言えますので、ぜひね、まずはね、無理なステップを踏まずに、まず一つ目、慣れるために何度も受講してください。アプリだったりデバイスだったり、その使い方にまずは慣れるということ。そして二つ目、相槌をとにかく打つということ。まずは心で打って、そのうち声に出して打って、言えるようにしていくということ。三つ目は、Excuse me, I have a question というふうに切り込めること。この三つができれば、もうグループ英会話レッスンを受ければ受ける分だけ学べると思いますので、ぜひ頑張ってみんな受けてみてください。いろんな人の英語を聞くのはすごく大切なので、楽しんで英語学習やっていきましょう。あとはね、レッスン終わった後にもし時間があったら、自分でサマライズって要点は何だったかなとか、こう思い返してみたりとか、こうまとめてみたりとか、レビューをしてみたりとかっていうのも、もし時間があったらやってみるといいかなと思います。はい、 That's all for today ということでね、グループ英会話レッスン受けたいけどなかなか受けれないという人が多いと思いますので、今日はこの動画見てみんなにお伝えしてみました。この動画が皆さんの英会話学習のお役に立ったらとても嬉しいです。高評価、そしてコメントお待ちしております。インスタグラム、ツイッターもやってますので、もしよかったらフォローしてください。さあ、また皆さん英会話レッスンお待ちしております。 So I will see you next time. バイバイ。チャンネル登録してね。